ピリコのチャンネル。普段めちゃくちゃ並ぶみたいだ。ラッキーやつ。ラッキーだね。カキ？ブリブリで。ブリブリのカキだ。アナゴ。エビカニ、アナゴ、あとごぼう、人参、ケノコ、シイタケ、ズッキすごい、一粒一粒が釜飯でこんなにお米立ってんの初めてかもしれんな。おいしい、ちょうどいいですね、形が。でもそうですよね、なんかもう少し釜飯ってやっぱりねちょっとしてるイメージだけど、全然柿の葉寿司、田中さん。こちらサバ1種類と、こちら鮭サバ2種類、こちらタイが入りました3種類のお肉ですね。寒い季節におすすめの食べ方、めっちゃあり。はい、はい、うわー、おばちゃん、あ、香りあるね。ほんと、じゃあサケをそのままいただきます。うまそう。食べた瞬間に自然の味が広がる口の中に。めっちゃうまい。これはうまいわ。うわ、すげえ。すごい香り合ってる。火が入ることによって寿司飯も少し柔らかくなって、うん、口の中にね、香ばしい匂いが広がる。本当にうまい。何個でもいけるよこれ。サイカラーメンさんにやってきました。でこちらはですね、天理に本店を構えるお店で、ここは桜井店ですね。でね、麺がね、すごくシンプルで、品質あるサイカラーメンは税込みで710円だから、さすがに。はい、おもちゃ。はい、こちらがですね、桃チャーシューと煮卵トッピング。うわ、うまそう。うわ、うまっ。醤油ベースに唐辛子も入ってて、白菜たっぷりで、うめー。桃チャーシューいただきます。どうぞ。一口でいった。あふれる幸せ。え、ショーでこのボリュームだったらさ、大西さん結構偉いことになるじゃん。うん、でこの価格でしょ、うん、めっちゃなんていうの。2軒目訪れましたのは天理にありますラーメン一徳さん。駐車場が10台しっかり裏に完備されてるので安心の店。2017年18年でね、100名店に選ばれるぐらいの名店ということで、干し出しでめっちゃうまい。好きなお肉、チャーシューやば、
ネギと鶏と海苔の絶妙すぎるハーモニーション。ハーモニーションですね。はい、というわけで3店舗目訪れましたのは、ラーメンの三つ葉さん。近鉄の富尾駅から徒歩で5、6分で着くことができます。大盛り。スープやばいよこれな。もちもち。うま。全体的に優しめの味付けになってるから、チャーシューのこの塩気がまたいいアクセントになってめちゃくちゃうまい。なんか豚骨みたい。うまいよね。うん、これは何が有名なお店ですか？かき氷です。かき氷、へえ、こんな時期にこんな半袖で。うわパパ、これかき氷なのか、上に何かかかってるんだろう。なんだろう、ホワイトチョコで生クリーム。生クリーム、うん、食べづら。中まで、中まで入ってるイチゴ。めっちゃイチゴぎっしり入ってる。すげえ、なんか中から出てきたぞこれも。これ何、なんだろうこれ、ベースがつける、ここにこう、うん、食べるの、うん、美味しい美味しい。え、これは何の役目なの、左右は。え、体冷えるじゃん、うん、だからだから左右ね、そう、温める。これ本当に、例えば僕一人で来てても何ぼきの聞いたこと言えなかったと思った。美味しい美味しい美味しい。バカにしてるわ。え、してないよ。してるわ。奈良県の国境食堂にやってきました。県道44号線沿いにあります。コスパ最強デカ盛りグルメがあるということで半年に来ました。全部普通サイズだったら1000円いかないで食べれるんだよね。やば、うまそう。やば、めっちゃ美味しそうじゃん。うまい。カツがでかい、一つ一つ。うま。57です。大食いは苦手だわ、やっぱりカレー食べに行くか、ちょっと。橿原市にあります橿原神宮前駅から徒歩わずか3分ぐらいの場所にある土八軒さんにやってきました。これがお目当てのアスカ鍋、地場産食材にこだわった鍋で、かつ奈良県産の大和肉鶏。わあうまい。わあうまい、出た。わあうまいだね、これは。
牛乳ベースだね。で、千葉さんの食材とか出汁にこだわったご当地鍋でしょ、うん、え？ご当地の味だ。めっちゃ濃い牛乳、濃厚、つけて、うわ、こんな贅沢でしょ。うま、生卵につけたらさ、もう絶品親子丼の縮図みたいになってた、ここでしか味わえない味だ。いただきます。はい、うまい。くわ焼きとささみの炙りで明日の8時までいけるわ。ここまでご視聴いただきありがとうございます。奈良県もごちそうさまです。次回の動画から瀬戸大橋を抜けて香川県に突入。うどんだけじゃない香川の魅力に迫ります。お楽しみに。YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、気になる商品は概要欄から。前を向いてGO MY WAY、ここでした。